どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ポイントサイトの案件、紹介していきたいと思います。今回紹介するのは、ポイントサイトライフメディアの案件である、D カードゴールドを、今回ね紹介していきたいと思います。でまずねこの D カードゴールドの案件なんですけども、ポイントサイトライフメディアというポイントサイトで、2万円分のポイントでね、案件が出ております。ですので、まあ、ライフメディアの場合は1ポイント1円ということですんで、この D コードカードをね発行することによって、まあ、2万円分のポイントがもらえてしまうっていうこちらの案件となっております。でこのライフメディアのねポイントサイトなんですけども、野島ポイントってあの電気屋さんの野島ありますよね。まあそちらと独自でね提携しているみたいで、ポイントがね 1.5 倍になるんですよね。この野島のポイントに交換すると。ですので今回の案件をまあもちろんね ANA マイルにね、交換するのももちろんいいんですけども、もしね電気屋さんのポイントで使いたいっていう方もねもちろん中にはいるかもしれないですよね。でそういう時にまあ2万円分のポイントを交換すると野島ポイントに、そうすると3万円分のポイントでね使えてしまうっていうね、まあ、こちら超お得な使い方なんで、まあこのライフメディアっていうねポイントを、貯める場合はですねぜひね知っといていただけたらなと思います。それではね今回のこの D カードゴールドの案件なんですけども、先ほどね言った通り2万円分のポイントがもらえるんですけども、こちらね D カードゴールドなんで、初年度から1万円分の年会費がかかってしまいます。2万円分もらえるんですけども、まあ、1万円のね、年会費がかかってしまうっていう、まあ、この D カードゴールドなんですけども、まあ、あの D カードゴールドって、まあ、D カードって聞くと、まあ、基本的にドコモのね、ユーザー限定なんじゃないかみたいな感じでね、思う方いると思うんですけども、まあ、別に、誰でもね、発行できるクレジットカードなんですけども、もちろんね、携帯の会社であるドコモのユーザーの方がねもちろんあのこのお得感は強いです。でこの年会費がね1万円かかってしまうんですけども、もしドコモユーザーの方であれば利用料金の 10% がねこれ貯まるクレジットカードとなっているいますので、まあ年会費がね1万円かかりますけども、まあ毎月ねこのドコモの支払いに当てている方、あのお金をね払っている方は1万円の年会費に対してポイントが貯まりますよっていう感じなんですよね。でさらにこのドコモこの D カードゴールドを持っていると携帯保証っていうのがつくんですよね。まあ、スマホの携帯保証って結構大事じゃないですか。まあ、壊れた時なんかにね使えるものなんですけども、こちらはね3年で、10万円分ということでね保証がついておりますんで、まあ、こちらはあのやはりねドコモのユーザーじゃないと対象ではありませんので、ドコモのユーザーの方はね、まあ、誰でもこの2万ポイントっていう案件はポイントサイトでこなせることができるんですけども、まあ、この D カードゴールドを使っていくっていう意味では、ドコモのユーザーの方がまあお得感は強いのかなっていう感じですかね。で残念ながらねこの、D カードゴールドでたまにこの D ポイントっていうのはね ANA マイルに交換できませんので、まあ、ちょっと残念ながらねあの ANA マイルを貯めるクレジットカードという意味ではメインカードにはならないっていう感じですかね。 D カードゴールドなんですけども、海外旅行券、まあ、こちらゴールドカードで、まあ、結構ねあのゴールドカードだったらね基本的についているんですけども、この D カードゴールドもね海外旅行保険が付帯しております。でこれのね強いところっていうのをね簡単に紹介すると、D カードゴールドはですねあの自動付帯なんですよね。自動付帯で障害疾病300万、外傷5000万、携行品50万、救援者費用500万で、乗り継ぎ遅延、手荷物遅延とかね、そういう保険も自動で付帯しているクレジットカードとなっておりますんで、まあ、海外旅行をよく行かれる方っていうのであれば、まあ、こちらねとても手強い保険、そして自動付帯ということもありますんで、まあ、おすすめのポイントとなっております。一番ねこの D ポイント D カードゴールドでいいポイントはですね家族カード1枚無料なんですよね。
家族カードが1枚無料ということなんで、簡単に言うと、まあ私がね、クレジットカードを保有すると、まあ私が本会員としての、まあ海外旅行保険を受けられますよね。で、私で言う場合の、まあ妻が、家族カードを発行すると、まあ家族カードも、まあ本会員として保険が受けれるっていうことで、しかも、この家族カード発行はね、基本的に ゴールドカードの場合は、家族カードって有料なんですよね、基本的には。ですけども、この D カードゴールドに、関してはですね、1枚ね、発行無料となっておりますんで、まあ本会員でね、まあ夫婦で、まあその海外旅行保険が自動付帯で受けられるっていうことになるんですよね。手強いですよね。うん、そういう意味では。っていうクレジットカードになってるんですよね。で、次にですね、こちらね、ゴールドカードということですんで、まあ先日ね、紹介させていただきました、空港ラウンジに、関してですね、こちらもね、利用ができますんで、もしね、発行される際はね、ぜひ、空港に行く際はね、持ち歩いていただいて、そちらね、搭乗券見せると、ラウンジね、無料で利用できますんで、まあその点もね、おすすめポイントとなっております。で、次にですね、今までの話は、ポイントサイトの話と D カードゴールドのね、保険の話をさせていただきましたけども、まあ次にね、今やっている D カードゴールドのキャンペーン、紹介していきたいと思うんですけども、今現時点でね、1万5000円分のね、最大、キャッシュバックのね、キャンペーンをやっております。ですんで、まあこちらね、もし発行される方はね、ぜひ狙っていただきたいなと思うんですけども、今回ね、ID キャッシュバックってことなんで、まあ現金ではないんですけども、まあ利用した金額の、ID でね、電子ヤマネありますよね。あちらで、まあ、キャッシュバックっていう形になります。で、ざざっと紹介していきますけども、まず、入会して、2000円分。で、毎月ドコモのご利用料金を D カード払いにすると1000円分。で、入会の翌月末までに、エントリープラス利用で、2万円以上使うと8000円分。で、入会の翌月末までにエントリーして、翌々月末までに、リボ払いを設定すると2000円分。さらにね、D カードゴールド入会で、ID キャッシュバック増量キャンペーンということで、さらに2000円分ということで、まあ合計1万5000円分のね、ID キャッシュバックが受けることができます。ですんで、まあこれ、結構ね、聞いた感じだと、この1万5000円分の達成条件、すごい、ハードルがそこまで高くないですよね。まあ、リボ払いは、設定はあるんですけども、別にリボ払いで利用しなきゃいけないっていうわけでもないので、まあ、設定だけでね、狙うこともできますんで、まあ、そういう意味では、とても楽なんでね、ぜひね、狙っていただきたいなと思う感じですかね。今回はね、D カードゴールドのポイントサイトのね、案件と、まあ、D カードゴールドについてね、簡単に解説させていただきましたけども、海外旅行保険がね、充実していることもありますんで、で、自動付帯でね、海外旅行保険が、付帯しているクレジットカード、しかもね、今回ポイントサイトの案件があるんで、なんですか、初年度1万円はかかるんですけども、まあ、そこをね、ポイントサイトのポイントを現金化して、まあ、補填していくみたいな感じで、まあ、ポイントサイト、現金分、年会費分は現金でもらって、で、それ以外の分を、まあ、好きなものね、ANA マイルとか、ドジバンポイントとかね、まあ、そういうので利用するみたいなね、結構ね、そういうカスタマイズも効きますんで、まあ、ぜひね、今回ポイントサイトね、2万円分までね、ポイントが上がっておりますんで、個人的にはね、おすすめとなっております。今回はね、こんな感じで動画を終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私の、ツイッターではですね、普段のことから、ポイントサイトの案件なんかもね、つぶやかせていただいてます。動画のチャンネルではですね、ANA マイル、ANA マイル貯めるポイントサイトの運用方法なんかもね、紹介させていただいたりしております。それ以外には飛行機の搭乗レビュー、ホテルの宿泊レビュー、クレジットカードお得情報、私の大好きな街をね、ニューヨークの紹介もね、させていただいております。ぜひね、見ていただいて、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。